佐予の中山、または佐予の,の中山は、静岡県掛川市佐予の地下に位置する峠。最高点の標高は252メートル。古くは、東東海国の東部に属し、宿場では、金谷宿と西坂宿の間にあたる。頂上には、新言州の日差しのべ寺、西側の麓の西坂宿の入り口には、こと人や綿具があり。 多くの人々が旅の安全を願って立ち寄ったと伝わるほか、演習七不思議の一つで赤ん坊の泣き声を発したとの伝説を持つ夜、泣き石がある。古くから箱根峠や鈴鹿峠と並んで、東海道の三大難所として知られる。また歌枕として古今集などで歌われ、鎌倉時代初期に西行法師が読み、新古今和歌集に入れられた年たけてまた、 古州べしと思え引きや命なりけり左予の中山の下避などが存在する。県務2年の中仙台の乱では、北条時行と足利高氏双方の軍が衝突し、同年8月12日に左予中山合戦を行い、今川来国により名古屋国時が討ち取られた。来国の手による国時の墓とされる鎧塚が今も残る。 戦国時代にもしばしば河川場となっている。1880年には、左右の中山を越えるルートではなく、現在の北側の沢津台を改作した峠を越える中山新道が建設された。当初は有料道路だったが、東海道本線の開通により利用者が減少したことなどから、1902年に静岡県に買い取られて無料化、1905年に国道となり、 1932年に、佐よの中山トンネルが建設された。ありがとうございます。